こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、テンバーアカデミーのサポート内容。これについて説明します。まずサポートはね、チャットワークサポート。まあ、これがメインです。回数無制限。回数無制限だっ,ってね、えー、月に10回とかそういうレベルじゃなくて、多い人はね、1日に2、30回やり取りすることもあります。まあ、結局ね、出品画面の操作とか、まあ、いろんな商品のね、えー、これは 買った方がいいとかねこれはもうちょっと安かったら買った方がいいとか、まあ、これはじゃあ,あいい商品だから仕入れていくらで出しましょうとか、まあ、そういうの本当に、えー、細かくサポートしてますんで、まあ、回数無制限、なばかりの回数無制限じゃなくてね、まあ、本当に月に100回以上やり取りしている人もいますし、えー、これはもう、えー、存分に使ってください。それからスカイプサポート、月2回、1回45分。まあ、これはね、今やっていることで何、それ、 それはちょっとね、効率悪いからやめた方がいいですよとか、あるいはこれに集中しましょうとか、まあ、何の商品をね、扱ったら、まあ、えー、稼ぎやすいか、近所にあるお店を聞いたり、あるいは今までのね、えー、経験を聞いたり、まあそういうのを、えー、やり取りするのにスカイプを使ってます。まああるいはね、えー、毎月定期的に、えー、一度、まあ、特にこれというテーマもなくね、 今思っていることとかそういうのを話してじゃあ今月はこんな風に行きましょうという風に話している場合もあります。で、メールとか電話でもサポート可能です。これね、チャットワークやスカイプの方がお互いに使いやすいんですけどただね、チャットワークとかスカイプね、設定の仕方とか使い方分かんなかったらそれ設定できるまでサポートできないそれじゃしょうがないんでその代わりメールとか電話も使えるもんでサポートします。 で、それから、サポート内容もね、えー、ジャンルの制限ありません。えー、eBay、ね、eBay の方が向いてる方は eBay もやってますしね、中には仕事忙しすぎるからって言ってね、えー、いきなり転職相談から入ったこともあります。ねえー、集客のサポートとサポート可能なことならすべてサポートします。ねえー、まあ、これはもう、えー、その、よその軸とはね、だいぶポリシーが違うんで、もう、えー 稼ぐためにプラスになること、ね。あるいはね、お金を損しないために得になることだったら、何でもサポートしています。で、テンバーアカデミーと様の、ね、塾の違い。よくね、誰でも3クリックで稼げるとか、まあ、最近ワンクリックぐらいに減ってきていけますかね。秘密の市場で独占的な利益を一人占めできる。国が認めた、みたいなね。あるいはね、モニターになるだけでも月収200万オーバー、ね、確実ですよ、みたいなね。 そういういい信じられなもちろん、まあ、いつばものですね、えー。世の中の情報がなぜ詐欺的なものばかりなのか。その原因は、宣伝するコピーライターと看板になった先生と、実際にサポートする人が全員別人であることが原因になっていることが多いです。ね、入会しても全く稼げなかったと。よくある塾にある問題点。その違い、ね、えー、そのよくある稼げない塾と。 まあ、テンバーアカデミー、私がサポートするテンバーアカデミーの違いについて解説します。よくあるね、稼げない塾への不満。誰でも月数十万稼げるというのは課題広告だった。ね。まあ、誰でも月数十万稼げるかどうかって、わかんないのに稼げるってね、わかんないもんできるって言ってる時点でも、まあ、課題広告を疑った方がいいんですけど、まあ、 理由としてね、宣伝するコピーライターは、これ、高い広告費をかけて集めた見込み客にね、高い確率で売れるセールスコピーを書かないといけないと。どういうことかっていうと、リストを集めるだけでね、普通に PPC なんか使っても、5000から1万円かかるんですね、1人集めるのに。で、まあ、よくね、無料動画のキャンペーンとかやってるっても、まあ、安い人でも500円ね、高い人だと一件2000円ぐらい報酬を払って集めると。 ってことはね、もう、えー、その、見込み客のリストを集めた時点で、えー、例えば、1万人集めたとすればね、ね、えー、安くても、えー、500万円、ね、高いともしかしたら1億円かかってるかもしれないと。そんなところにね、えー、ごくごく当たり前の話をして、客が入ってこなかったらどうするんだよっていう形ですよね。もう、どんな、もう誤解させてもいいから、とりあえず入れちゃいと。入れなきゃね。 えー、どっちみちクレームが出るか出ないかともかく入れなきゃねクレーム以前に、えー「おいたちやっていけないよ」という世界ですぶっちゃけだからね、えー、もうかなりね実態とかけ離れても、えー、すごいこと書いてあると、ね、あと実績を上げたのは看板になった先生とでその友達の優秀な人たちにねで同じ程度の度胸と資金力と能力があればまあちょっと落ちるかもしれないけど稼げるかもしれないと まあ、しかしね、正直に、そんなこと書いたら売れないんでね、えー、誰でも稼げると書きます。で、一方、テンバーアカデミー、ね、これは私がコピーを書いてます。コピーにもならないようなね、コピーを書いてます。えー、なぜかというとね、変に誤解させて、ややこしいことになっても嫌ですし、えー、個別サポートの新規会は毎月数人しかサポートできないです。 ね逆にね、よくあるね、その動画で、わ、えーわー,ーやってるとこみたく、えー、一気に300人とか入ってきてもね、私がサポートできるはずがないと。ね、そのためね、正直なコピーで募集してます。で、今こうやってね、喋ってるように YouTuber、ね、動画でやってます。 もうね、これ何千本もアップしてますんでね、えー、それを見ていただければ、まあ、どんな人間かというのも、おおよそ見当がつくでしょうし、そのね、この動画で喋ってる、あるいは自分で作ったワードプレスにね、アップしてるだけなんで、そのね、えー、どんなすごいこと言っちゃってもね、入れなきゃね、ここを機が回収できないと、そういうことは全くないです。えー、そのよくある例の正反対なんでね、えー、その実際のことをしゃべって、まあ、それでサポートを受けたきゃどうぞと。 受けていただければ稼がせますただし受けていただく条件がありますという形でやっています。で、まあ、違ったね、よくある稼げない受験の不満。これね、看板だった先生と、実際にサポートする人が別人であるため、理科のような残念なサポートになります。まず、具体的なノウハウは教えないと。サポートする人は、具体的に教えるない能力がない人が多いです。 なぜなら実体、実践経験のないバイトを使ってサポートしている場合があります。ありますってか多いですね。あるいは一件値たりの報酬が安くて手間をかけては割にはない場合も多いです。ねでね、えー、稼いでるんですよって言ってる人がサポーターになったと。先生じゃないけどね。だけどその人ね、1分の1自分のノウハウしかないんでね、人に教えたことは初めてとか。ねそうするとね、えー なんでしょうねこうやって稼いだっていうのをそのまま教えてもらっても全く同じことはできないと。あるいは時期がずれてるんでね、今やっても意味がないとかね。あるいはその、えー、それは特殊なケースだからね、えー、自分には分かんないと。自分は自分ができることしか教えませんと。一見ね、なんか正直そうに見えますけど、えー、ただ一人の,人のね、できることしか教えないと。ねえー、これはもうその人に同じような、 え正確で同じような条件で同じ時期に始めないと全く意味がないんで、えー、サポートの意味がないというのがね実際多いです。それねそのサポートサポートの意味がないねっていうサポートを、えー、正直なサポートとかね男らしいサポートとかあるいは女らしいサポートかもしれませんけどね、えー、いう形でやってる人が多いです。 これじゃね、教わった人気の毒だなと思うんですけど、まあ、逆にそれが標準的なサポートになってますね。まあ、よくね、宣伝では思いっきりアピールしていた特別なノウハウ何もないと、秘匿性が高いとかね、知るだけで誰も知らない、それどこ行ったんですか。もううやむやですよね。募集してコピーして書いた人とサポートは別ですからね。 えー、あるいはそんななら誰も苦労しませんよぐらい開き直るかもしれませんね <laughs> まあそのぐらいの勢いですでマニュアルも不完全ね、まあ、これはねある程度仕方のない面もありますね、えー、マニュアルっていうのはね、えー、作った先から陳腐化してきますしね、えー、ヤフオク eBay ならまだまだしも、ね、移り変わりの早い Amazon の場合ね役立つマニュアルを作るのはちょっと厳しいかなとただし マニュアル出来の悪いマニュアルが、中途半端なマニュアルがある、ね。で、質問したのがマニュアルに書いてあることだった。そうするとね、えー、マニュアルに、マニュアルも読まず質問するのかというような形でね、怒られることが多いです。だからね、萎縮しちゃって質問できなくなっていっちゃう。まあ、よくありがちなパターンですね。で、教えてくれるのは、自分でネットで探せるような内容に終始すると。ね、そういうネットに書いてあったけどなっていう感じのものしか教えてくれないと。ね。 あるいはもう極端な話。質問するとね、回答がインターネットの URL で返ってきたと。それあの自分見たけど分かりにくいから質問してるのに、えー、なんでこれで返っていくるんだというのもね、えー、見たことあります。例えばね、Amazon のヘルプを見て、Amazon のヘルプってね、えー、もう文字でぴょんぴょんぴょんと書いてあるだけなんで、あれ見てヘルプになる人って少ないと思うんですけど、 えー、逆にね、えー、それが当たり前の、えー、サポートになってます。Amazon だとですね。日本はまだマシですけど、US a m a z o n はさらにひどいですね。で、えーまあ、そんなこんなで手取り足取りのサポートをていた期待していたのに期待外れだったと。ねまあ、どのコンサルもね、本当の意味で自分のやり方を100%は出していません。まあ、自分が使っているツールなども100%明かしませんしは渡しませんね。 商売型機になるかもしれない人にノウハウを教え込まないですよね。サポートする人も自分も稼ぐスプレーヤーだと、利益相反という問題が起こります。あるいは昔は稼いだけど今は稼いでないのでサポートのバイトをしている場合もあります。あるいはね、1件当たりの報酬が安くて手間をかけては割に合わない場合も多いです。まあ、いずれにしてもね、看板になった先生と実際にサポートする人が別人であることが役立たないサポートになります。 なるる原因でであることが多いです、ね、じゃあ一方、ね、なぜテンバーアカデミーのサポートを受けると稼げるのか。これはね、私が直接サポートしてます。で私は Amazon 輸出を教えてね、会員さんに稼いでもらってサポート費用をもらうのが本業です。ねえー、よくね、Amazon 輸出、あるいはね、eBay、ヤフオクやってね、えー、自分はこんだけ稼げますって言ってね、 でえー、自分が稼いでますってと教えるんですけど、まあ、自分が稼いでる方法とかのやり方を教えないとかね、教えても再現性がないとか、えー、いうのが普通です。逆ですよね。大切なのは、その人がいくら稼いでるんじゃなくて、その人がいくら稼がせられるか。ね、自分が、私がいくら稼ぐんじゃなくて、私の会員さんがいくら稼いでるのか。まあ、そっちの方が重要ですよね。だって、教えるのが、教えてお金をもらってるわけですから、 教えててね、俺は稼いでてすごいんだから見て覚えろみたいなね、な昔の職人みたいなことじゃね、お金を取る資格なしというふうに思います。私の場合はそういうふうに教えるプロというのでやってますので、当然稼いでいただいてると。まあ、例えるならですね、大学生になったから、中学校、中学生のね、補習のアルバイト、補習を間違えたね、これね、補習のアルバイトをするのが、よくある稼げない塾のサポーター。 ね、どういうことかというと、えー、東京大学現役合格の大学生の看板で生徒を募集して、まあ、三流大学のバイトが代わりに教えに行ったら先だと思いますよね、まあ、そういうケースも、まあ、実際にあるみたいですけどもう、えー、稼げる塾系はもうこればっかりですねいや私の場合は人気が落ちて授業を取る生徒が少なくなったり、ね、進学リスクが落ちたらクビになる予備校の講師みたいなもんですこれね 目的と立場が違うんで、当然サポートの質問方法も違います。当然結果も違います。ね、具体的なノウハウを教えてます。さらに個別サポートの場合は、スカイプでヒアリングをして、何を商材にして、何に集中すべきかをサポート、までサポートします。までも間違ってますね。ちょっと直しますね。で、Amazon のプラットフォームにね、特別なノウハウはないです。もうこうすればね、えー 同じ商品ででもガンガンン高く売れるとかそういういいのはないですサポートの内容はねデータの蓄積に基づいたデータに基づくノウハウこれをこうやったら高く売れてるとカートが取れてるとってことはこれをやっちゃまずいんだろうというのがね今まで何千人もサポートしてますんでそれが分かってますで当てはまることをやっていただいて Amazon に嫌われることをやらないというのがまず大前提ですね まあ他の塾ではね気づいていない傾向にも気が付いたら早く対応するので、まあ、ある意味特別なノウハウと言えるかもしれません。これはね一人の人がね全部サポートして、まあ、その人がねそういう何が原因でその事象が起こっているかを解析する能力があればできるサポートなんですけど、まあ、当然ねあんまり稼いでない人とかにそんな能力があるわけないんで、えーまあ、ほとんどはこの辺のことは分からずにやってると。ね あるいはね、えー、たまたま、えー、先生の言った通りやったらね、えー、アカウント飛んじゃったとあ。それは特殊なケースだからしょうがないですよと、ね。それで済まされちゃう場合とかも結構あるみたいです。で、テンバーアカデミーではね、マニュアルは不完全です。もうこれね、移り変わりの早い Amazon の場合、役立つマニュアルを作ることは無理です。これは PDF にせず、WordPress の記事や YouTube 動画を使うことで対応しています。 もうこれね今ね、YouTube 動画とか PDF にしてもね、えー、作ってもブラウザによって違うとかね、先週と変わったよとかぐらいの勢いなんで、もうほぼもうチャットワークで、えー、画像をもらって、そのナビっていう形でやるのが多いですが、面操作に関してはですね、もうあのマニュアルでは全然追いつかないです。あのそんなのんびりしたスペースだと、まあ、Amazon には対応できないですね。で まあその分は回数無制限チャットワーク、サポートがあるので、まごつくことはありません。で、これ結構ね、大きな違いだと思うんですけど、テムアカデミーでは、会員さんが自分でネットで答えを探さずに質問するように指導してます、ね。自分で調べるなと。普通は自分で調べろって言いますよね。これ調べない方がいいです。なぜかというとね、えー、質問するとね、回答がインターネットの URL だったということもありません。 で、初心者がね、自力で調べると、間違えた情報を信じる場合があります。でね、えー、スリークリックで稼げるとかね、えー、その Amazon の商品レビューをね、ガンガン増やしてすごく売れるようにするとか、ね、そういうね、あの、何ですかね、えー、人気がありそうなノウハウの方が、たくさん情報が出てます。ただね、人気があるかどうかと、本当か嘘かと、えー、やってみたとき効果があるかどうかっていうのは、えー 比比例例ししまませんというか反比例しますね、えー、嘘なんだけど人気があるものをね、えー、さぞすごいと私だけは知っていると、ねあなたに教えればあなたも稼げるみたい言っている場合が多いです。えー、なぜなら、えー、特別なノウハウがないんでね、間違いのないように、えーまあ、コツコツと稼いでいきますというよりも、えー、これ誰も知らないんでね、これさえ知ればもう稼ぎ放題ですと言った方が、えー 需要は多多いいいんででそういうやり方してる人が多いですということはね、逆に初心者が調べると間違えた情報にたどり着きやすいというのが正解なんでね、なぜそれを分かっていて調べるのか、調べろというのか、あるいはね、それを分からず調べる、調べさせる人がなぜ教える仕事をお金をもらってやってるのか、まあ、不思議な気はするんですけど、えー、実際問題、初心者は間違えた正解にたどり着きやすいんで、 逆に自分では調べないように。で、調べたことをね、新しいこと、私が言ってないことを試そうとするときは、その出元とね、これをやろうと思うんですよっていうのをね、断ってからやってくださいというふうに言ってます。なぜならね、えー、元も子もないことをやっちゃってアカウント飛んじゃったりしたらね、えー、何のためにお金をもらってサポートしてたんだかわかんなくなっちゃいますんで、えー、間違えたノウハウをたどり着くぐらいだったらもう調べるんだと。調べないで聞いてくださいという形でやってます。 まあねこれ例え話の方はね、うん、適切な例えがどこだかわからなかったんではしょます、ね、つまりね要望を聞いて欲求を叶えるという考えも能力もなくてサポーターの浅い知識だけで回答するとこれがね役に立たない予想さまの軸のよくある形、ね、まあ、そもそもね Amazon のヘルプを見て操作が分かる人は少ないと思います ね、あの分かりやすくっていう観点じゃ作ってないですねあんまりねとりあえず作ってありますでテンバーアカデミーではね手取り足取りのサポートをしていただいて大丈夫です、ね、あの自分のやり方をね100%出すなんてこともしてませんなぜかというと私の100%のね えー、あなたの100%とは違うってことは当たり前ですよね。まあ、経験も、えー、年も、住んでる場所も、えー、何もかも違うのに、えー、それをね、えー、私がやってることを真似れば稼げますというのは無責任だと思います。えー、それよりも、あなたの100%の力で稼ぐお手伝いをします。ね 稼ぐのに必要なところを、ね、使ってなくて、ね、どうでもいいことを使っちゃってるというのがほとんどの人のやり方なんで初心者の方のやり方なんで、まあ、それを、ね、そっちじゃなくて、ね、それをやめてこっちをしましょうという形に、ね、やるだけで稼げるようになるケースがほとんどです。ね、それからツールも使えませんこれ、ね、ツールっていうのは、ねえー、初心者に売りやすいんですけど実際、稼げないばかりか、ね、リスクばっかり大きいです。 で実際問題はほとんど上級者でね、ツ、えールのおかげで稼げてますなんて、ね、聞いたことないですあの。実際にはですね、広告はよく見ますけど、えー、実際に稼げてる人は、えー、見たことないですで。私は自分が看板になって実際にサポートしています。初心者に儲け方を教える能力は、今までのサポート経験と会社員時代の経験で20年以上です。 あのー、マンションを売るとかね、電話を売るとかね、そういうのでね、あのー、散々、えー、昔から、えー、24年前ぐらいから、えー、サポートというか指、えー、導してきました。だからね、サポートした会員のほとんどを稼げるようにしています。でサポートの費用、これね、えー、サポートの費用は55万円、それからね、仕入れでやっぱり20万円ぐらいは、えー、ないと話にならないんで、えー、トータルで。 75万円ぐらいかかりますで失敗する人、まあ、これは正直いますね。ただ、これはね、えー、ほとんどもう最近はいないです。というのは、サポート開始前にスカイプで話すようにしてますんでね、まあ、その時点で、えー、怪しいなと、ね、まあ、ちょっと勘違いして申し込んでるかなという場合はお断りしますので、もう今、失敗する人はね、えー、ほぼいないと思っていただいて大丈夫です。 でまあ、これ、海外に、ね、住んでて、ねえー、できるかというので、ねえー、台湾でもできるかという質問があったんですけどた、まあ、多分台湾もできます、でそれより何より、ね、今、海外に住んでてどこができるかって言ったらやっぱりオーストラリアですね、えー、オーストラリアは今までは本当に物販で、ね、稼ぐっていうのは難しかったんですけど今、オーストラリア逆に、ね、アマゾン物販始まるんですごいチャンスです。 で、転売用とコミュニケーションがうまく取れるのか、私とですね、これは動画を見て判断していただければと思います。で、入会前にね、えー、スカイプ相談で話してます。で、その時ね、向いてなさそうな人は断りますんで、まあ、これはね、えー、まあ、心配ないと思います。まあ、えー、私が大丈夫と言ってもね、いや、やっぱり心配ですという形があれば、まあ、それ逆に言っていただいても構いませんし、えー、まあ、このコミュニケーションの部分は、 話してから入会という形でね、今やってます。で、どういう人が転売に向いてるのか。一番向いてるのはね、買い物好きな人。まあ、それもね、無駄遣い的なものが好きな人がいいです。これね、えー、無駄遣いのものを売るのが一番儲かるからです。まあ、ただね、えー、逆に無駄遣い全然しないで稼いでる人もいます。 しかもオーストラリアアマゾンの物販始まればね別に無駄遣いあまり無駄遣いじゃないもんでもしばらくは儲かりますんでねこれはもう逆に稼ぎたいなと稼いで使う必要があるという方だったら問題ないですで実際にね会って教える研修とかないかねこれね 今のところ寄ってないですけど、まあ何人かまとまってね、えーじ、時間が合えば、まあそういうのもやっていこうかなと、リクエストがあればですけど思ってます。何しろね、えー、年の半分以上はね、海外にいますんでね、えー、海外の開催だったらね、逆にやりやすいんですけど、日本に行ったときはね、CD、R、やらサポートやでむしろ忙しかったりするんでね、えー、この、まあ、こっちの方はね、逆に 直接会って教えてもらえなきゃやだという場合はね、ご遠慮いただいた方がいいかと思います。で転売は違法ではないのかね。まあ、全然違法じゃないんですけど、まあ、ともともね、えー、転売だの貿易だのね、商売だのってのはそもそも区別をつけるようなもんでもないんですけど、まあ、ただ、えー、いわゆるその低価より高く売るね、これはね、えー、転売で違法だというようなねイメージを持たれてます。 逆にね、そういうイメージの悪いことだからこそ、定価より高く売って儲かる商品を見つけるノウハウを身につければ、すごい安定して稼ぐことができるというのが言えます。ね、もうこの逆にね、えー、違法ではないのかという、まあ、違法だとまで思っている人はいないでしょうけどね、えー、逆にイメージが悪い職業の方が、大して努力をしなくても稼ぐことができるというのでね、その辺が割り切れる方の方が当然いいですね。 より高高くく売っても全然、えーまあ、そんなの高く売れんななののらいいいじゃないですすかと思える人の方が稼げますで逆にね目標が少なかったら自己流でもできるかっていう質問をもらったんですけどこれね面白いなと思いましたねこの質問を始めてもらうまではこういう発想がなかったんですけどそういえばね、えー、少ない金額を自分で稼ぐより、えー、大きな金額を教わって稼いちゃった方が全然稼ぎやすいですというのがね この少しの金額を自力で稼ぐのを、えー、全くの初心者の人がやってみるといつまでたっても稼げないということになるんでね、えーまあ、少ないからって稼げるもんでもないというのが、ねえー、転売というか商売の面白い点だなというふうに思いましたいやそんな形で、えー、サポートしてますで私は誰にでもサポートしてるわけではありません、まあ、以下の3つの条件をクリアした人だけサポート可能です まず今現在の年収が300万以上。またはね、かつて年収300万以上稼いでた人。それから決断力ある人。クレジットカードを持っている人。この3つをね、クリアした人だけサポートしてます。